レーシック、レーシックとは、角膜屈折強制手術の一種で、目の表面の角膜にエキシマレーザーを照射し、角膜の曲率を変えることにより、視力を強制する手術である。レーシックは、正式名称である、英語、ラテン語、キリシア語からなるの略であり、レーザー照射を、本来の場所に収まったままの眼球に施し、角膜を掘り整えることの合意がある。 禁止を補正する場合、メガネやコンタクトレンズ等の道具を使用することが一般的だが、レーシックでは角膜を強制手術することにより静止の状態に近づける。これにより、裸眼視力を向上することができる。1990年代にアメリカを中心にその手術方法が認知されるようになった。レーザー機器もしくはマイクロケラトームと呼ばれる。 眼球用カンナで角膜の表面を薄くスライスし、フラップ、蓋状のものを作り、めくる。表出した角膜実質層に液シマレーザーを照射し、一部を削る、乗散させる。その後、フラップを元の状態に戻し、フラップが自然に吸着する。角膜中央部が薄くなるため、角膜の曲率が下がり、オうレンズを用いたのと同じ効果、禁止が強制される。 視力は実後直後から1日程度で強制される。視力が安定するには1週間から1ヶ月程度を、要し90%以上の人が、裸眼視力1.0以上になる。フラップは時間の経過とともに安全な強度に近づくが、元には戻らない。強い外圧がかかると、フラップがずれる場合がある。このため格闘技の選手等、顔面に衝撃を伴う触手には向かない。 フラップを作らずに角膜上皮から削ることで屈曲率を強制する PRK やフラップを再生させることができるラセックと呼ばれる同種の手術もあるので特にスポーツ選手はこちらを選ぶこともある角膜に一定の厚さが必要なため角膜が薄い場合や目に疾患等を抱えている場合は手術が受けられないまた 禁止の進行する10代などの若年者は手術を受けられない。日本眼科学会のガイドラインでは18歳以上のものでなければ手術を受けられない。米国 FDA でも同様に18歳以上としているのに加えて20歳代の初めのうちも度数変動のリスクから望ましくないしている。禁止遠視乱死を強制するための手術であるので加齢により進行する老眼には有効でない。 モノビジョンと呼ばれる片方を遠視用、もう片方を禁止用とする手術も存在する。角膜屈折矯正手術後、角膜上皮の再生、自由反応に伴い、ヘイズ、A、ヘイズと呼ばれる角膜の混濁が現れる可能性がある。世界初のレーシックは1990年にギリシャで行われた。1995年にアメリカ食品医薬品局が、 エキシマレーザーの使用認可を出し、アメリカでは1998年以降レーシックが屈折強制手術の主流となった。日本では2000年1月に厚生省、現厚生労働省がエキシマレーザーの使用認可を出してから受けられるようになっている。歴史が浅いため、長期にわたる安全性が実証されていないとも言われが、2009年、アメリカの医学誌 アーカイブスをブローサルマラジー、癌科学11月号にて、禁止に対するレーザー手術は、長期的に見ても安全であるという研究結果が発表された。レーシックは角膜を手術するため、患者個人による際はあるものの、合併症が伴う場合がある。中には深刻な合併症となる場合があり、後遺症として残る場合もある。良い条件の患者に有能かつ経験豊富な医師が、 手術を施した場合、深刻な合併症の起こる確率は1%未満と言われる。深刻でないものを含めれば合併症の起こる確率はもっと高い。手術による合併症で最も多いドライアイは深刻な、合併症には当たらないが、アメリカンジャーナル・オブ・ローサル・マラジーの2006年3月の表によれば、レーシック後の9ヶ月の術後治療期間の後に、 ドライアイに時間している割合は33.36%である。アメリカ食品医薬品局のウェブサイトによれば、このドライアイは、後遺症として残る場合がある。人工類液やナミガテ点プラグなどが必要になる例もある。消費者庁は2013年12月4日、事故情報データバンクに登録された情報に基づき、安易なレーシック手術を避けるよう注意を呼びかけた。 自己情報データバンクとは消費者庁が国民生活センターと連携し、官邸機関から自己情報や危険情報を収集し、自己防止に役立てるためのデータ収集、提供システム。この注意によれば、2013年11月8日までに登録された情報のうち、レーシック手術を受けて危害が発生した件数は82を読んだ。最も多かったのが可強性による演視と頭痛。 吐き気などによる体調不良だった。その他、乱視、光を眩しく感じること、ドライアイ、目の痛みが含まれていた。重大な身体被害に至った事例としては、手術直後から2ヶ月間、目の表面に激しい痛みがあり、寝たきりの状態に至った40歳代の女性の例がある。手術前の屈折以上の度合いにより、術後に傘が見えたり、物が二重に見えたり、 コントラストが低下したり、グレアが現れる場合がある。このため、一律の基準で手術を施すのではなく、個々の患者ごとに状況を判断し、手術を行うことが重要であると言われている。以下は、その他に報告されているレーシックの合併症の一部で、ある。レーシックは角膜を手術するため感染症を引き起こす場合がある。屈折矯正手術に伴う、 角膜感染症の発生頻度は5000例に1、0程度とされる。通常、レーシックを行う場所では、手術道具の消毒等が徹底的に行われているが、2008年から2009年に、かけ、東京、銀座にある眼科で、レーシックによる禁止の強制手術を受けた患者67人が、感染性角膜炎などに集団感染していたことが判明した。 中央区などによると2008年9月から2009年2月にかけ銀座眼科でレーシック手術を受けた患者639人のうち1割に当たる67人というなりの高い割合で感染性角膜炎などを発症しうち2人が入院。レーシック手術に適応するかチェックせず即日に手術を行うなどずさんな事前検査の体制や日常的に手術室が 待合室から見えるほど衛生的に隔離されておらず、また医療機器の滅菌消毒が不十分だったことが集団感染の原因と見られたため、2009年2月に入って3回の立ち入り調査が行わ、2010年12月7日に元委員長が業務上過失障害の容疑で警視庁に逮捕されるに至った。日本での歴史は2000年にエキシマレーザー装置が 医療機器の承認を受け、販売が許可されたことから始まっている。日本国内での手術名称は、屈折強制手術である。現在のところ治療には健康保険が適用されず、自由診療であることから、手術費用は診療所や委員によって幅がある。普及当初は両目で60万円以上するのが通常であったが、手術数や手術委員等の増加等に伴い、 現在は両目で8万円から50万円程度まで開きがある。そのため、その料金表示をめぐって不祥事になった例もある。2009年8月6日、厚生取引委員会は、ウェブサイトの料金表示が不当計品類及び、不当表示防止法第4条第1項、第2項に規定する有利誤認の恐れがあるものとして、品川禁止クリニックと神奈川クリニック眼科に対し、 誤認するような表示を行わないよう警告を行った。神奈川クリニックは2010年5月に破産し、神戸クリニックに吸収された。手術者数は2000年に年間2万人程度で、2008年に年間40万人程度であったが、2014年には年間5万人程度に減少している。トラブルの多さから国民生活センターがレーシック手術に関して、 平成25年12月4日に注意喚起を行った。先日の通り、手術の方法には、レーザー機器もしくは、マイクロケラトームによる方法がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。